どうもどうもチップです。すみません、めっちゃ部屋着なんですけど、あのこれ実は新しく買ったルームウェアで、すごいモコモコで気に入ってます。ちょっと最近、ね、寒くなってきたんで、なんかこういうのあるといいかなと思って買いました。で、まあ、それはどうでもよくって、実は最近またちょっと私やらかしまして、本当にやらかすんですよ。本当トラブルメーカーなんですけども、で、まあ、何をやらかしたかっていうと、携帯をなくしました。ついにカナダに来て約3ヶ月が経ったんですけども、ついに携帯をなくしました。まあ、いつかなくすだろうなってずっと思ってたんですよ。っていうのが、もう日本でも私結構携帯なくしてて、まあ、3、4回で、まあ、日本ってやっぱ治安がいいので毎回ちゃんと戻ってきてたんですけども、ついにカナダでもやっちゃいました。で、海外で携帯落としたり財布なくしたりとかしたら、まあ戻ってこないよみたいなのを聞いてたので、まあ無理だろうなって思ったんですけども、結論から言いますと戻ってきました。で、今その携帯で撮影してます。もう素晴らしい、戻ってきてくれてありがとうって感じです、本当。で、今日はですね、その私が携帯をなくしたエピソードから、カナダの治安の良さをちょっと紹介したいなと思ってビデオを回しています。で、まあ、どうやって私が携帯なくしたかっていうと、もうほんと初歩的なんですけども、バスに携帯を置いてきちゃったんですね。で、まあ、私何回か今までもカナダで地盤のポケットからこうポロって携帯が落ちちゃってるみたいなのが結構あったんですよ。で、まあ、そのために、あ、やばいやばいと思ってなんかカバンにしまったりとかしてたんですけども、このなくした時は気づかなかったんですよね。で、まあ、そのままバスを降りちゃって、で、バスがそのまま行っちゃって、で、バスを降りてからしばらくして時間を確認しようと思って携帯出そうと思ったら、ないみたいな。あー、もうやったわーっていう感じでしたね。本当にそういうとこ本当に直さないといけないんですけども、やらかしました。それで、まあ、どうしたかっていうと、家に帰って、で、オーナーさんに私の携帯に電話をかけてもらったんですよ。まあ、誰か優しい人が拾ってくれて、で、それで電話に出てくれたらいいなみたいな、で、電話をかけてみたんですけども、まあ、誰も出ず、2回かけたけど誰も出ず、で、で、私その後すぐバイトだったので、バイト先に行ったんですね。そしたら、そのバイト先の同僚の方がすごいいい人で優しくて、で、私がその携帯をなくした話をしたら、え、ちょっともう一回電話かけてみなよっていう感じでこう電話をかけてくれたんですよ。で、なんか30分に1回ぐらいちょっと間を置きながら何回か電話をかけてくれて、そしたらなんと出たんですよ。で、まあ、誰が出てくれたかっていうと、バスの運転手さんが出てくれました。なので、誰かが拾ってバスの運転手さんに届けてくれたんですよ。もう素敵すぎる、本当にありがとうございます、届けてくださった方。それでですね、まあ、バスの運転手の方とお話をして、で、まあ、今ちょっと同僚の方の携帯を使ってるので、また後から私から連絡しますっていうことで、ドライバーさんの連絡先をお伺いして、で、バイトが終わった後にまたオーナーさんの電話をお借りして、で、ドライバーさんに連絡しました。で、まあ、その電話を受け取るための待ち合わせで、まあ、いつどこで携帯を受け取れるかっていう話をしました。で、まあ、そのドライバーさんすごい優しい人で、まあ、最初は明日どこどこのバスストップに行くから、まあ、私の最寄りのバス停なんですけども、まあ、そこで待っててみたいな、そしたら携帯渡すねみたいな話をしました。で、そのバスの運転手の方がまためちゃめちゃいい人で、まあ、なんとですね、僕今近くにいるから
私の家の近くまでその携帯を届けてくれるっていうことで近くまで届けに来てくれたんですよ。もうすごいなと思って、めちゃめちゃ優しいですよね。でまたちょっと心が温まるお話なんですけども、私の今住んでいる部屋のルームメイト の男性の方なんですけども、その方が私がこうオーナーさんとやり取りしているのを聞いていて、でちょっともしかしたらそれ危ないからついてってあげるよって言ってついてきてくれたんですよ、一緒に。で、確かに海外だとちょっと、何が起こるか分かんないんだけど、万が一のことを考えてっていうので付き添ってくれました。で、本当に何事もなく、その運転手さんとても優しくて、でもすぐ携帯を渡してくれて、無事にこの携帯が戻ってきたんですけども、本当にカナダって素晴らしい国だなって思う出来事でした。ただですね、必ずしも帰ってくるっていうわけではないので、皆さん携帯ですとかこう所持品はしっかり身につけておくように気をつけてください。本当にないって思った時、もう本当すっごいもうパニックになるので、皆さんぜひぜひ気をつけてください。で一応参考としてなんですけども、もしですねバスとか電車とかに自分の携帯をなくして、で、誰かの携帯を借りて自分の携帯にかけたけど誰も出ないっていう時は、そういう落とし物をこう管理してくれる管轄があるので、そこに連絡を取ってみてください。そのウェブサイト概要欄に載せておきますね。ってな感じで、もう本当に私ダメなんですよね。いやもう本当に反省しました。気をつけよう。もう本当。この動画が少しでも参考になってくれたら嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、チップでした。